はい、リトルナイトメアやりましょう。なんか流行ってましたよね。うん、なんかホラーゲームらしいんですけど、まあリトルっつってるからねリトルナイトメアなら大丈夫じゃない。ビッグナイトメアだったらちょっと怖いけど、リトル言うてますからまあ大丈夫でしょう。じゃあセーブデータ、まあ適当に始まった。面白いのかな。面白いんだろうな。でもあんだけ流行ってたってことは、スウェーデンのゲームらしいっすよ。スウェーデン、ね、おしゃれそうだよ、なんか北欧っていうだけで。お、なんか、あ、始まってた。え、なんかいる。もやもやしてる。ん？あ、人？人がいるわ。誰？いや、ちょっと待って、これ、バーンじゃない？バーンじゃない？いや、スウェーデンのホラーにそういう文化あるのかわかんないけど、ちょ、バーンじゃない？やめろ！スウェーデン人！ちょ、マジやめて！ちょ、おしゃれじゃねえぞ！バーンはおしゃれじゃねえぞ！スウェーデン！あ、こっち向いてる！あれ？日本人？あ、おお！あ、終わった。あ、よかった、バーンないわ。いや、そうだよ。バーンとかおしゃれじゃないもんね。ね、スウェーデンと、北欧といえばおしゃれみたいなとこあるもんね。スマートじゃないもんね、バーンはね。あ、動かせるわ。あ、この子が主人公ね。はい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 。動く動く。え、すげえ、なんかもう、雰囲気すごいいいな。さすがスウェーデンだな。あ、火つけられる。なるほど。丸ボタンで火つけられるのね。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあとりあえず進んでみるか。いや、暗っ。おおおお、あ、削っちゃった。あ、こういうの、あ、すげえ、ちゃんと当たり判定あるんだ。お、おーれーおーれー、古歌が古いおお、いや、バーンとかなさそうじゃない。オープニングのあそこでバーンないんならさ、今後もバーンみたいななさそうだな。いや、バーンはおしゃれじゃないもんな。そりゃそうだ、スウェーデンのホラーにバーンはありえないわ。おお、火つけられるんだ。いや、ミッドサマーとかのさ、バーン系のホラーじゃなかったもんね。あ、あれ、これ、めっちゃ開けれそうじゃないこれ。掴むみたいな、ないのこれ。あ、ジャンプ。ちょ、これ掴めない。いや、絶対掴め、あ、掴んだ。今一瞬掴んだ。どれだ、どのボタンだ。あ、しゃ、あー、これか。おー、開いた開いた開いた。あ、しゃがみと掴みがあんのね。オッケーオッケー。進もう。うわ、暗っ。あ、なるほど。火を使えってことか。ここどこなんだろう。パイプだな。工場みたいなとこなのかな。なんか機械っぽいよね、全体的に建物が。あ、あ、これ絶対火消える。消えないんかい絶対水で濡れて真っ暗になるやつかと思ったけど違った。おお、あ、着いた。え、暗、ひたすら暗。マジでどこなんだ。なんかスーツケースみたいな中から始まってたよね。スーツケースで目覚めた。おお、カメラが引いて。おお、スウェーデン北欧的なおしゃれさを見せつけられたよ、カメラ演出によって。あ、これ絶対掴めるやつ。ん、あれ、なんもないのか。え、見るからに取っ手が、意味深な取っ手があったけどな。あ、なんかある。お、うわ、え、あれ、人形。え、人形じゃないこれ。え、人形だ。日本人形みたいなのがある。おお、ちょ、な、何持ってんの、びっくりした。ちょ、目持つなって。あ、でも持てるんだこれ、持っとこあ、なんか、あ、そうやって抱くとなんか可愛いね、それ。赤ちゃんみたいでね。連れて行こうか。え、これ連れてけんの。あ、しゃがみ、あ、持ってける。え、すげえ可愛がれる。あ、水水水水、ほれ幸子喉が渇いているだろう。幸子と名付けよう。お前は絶対離さねえからな。椅子が釣ってあるな。え、幸子、ど、あ、あ、閉じた今。え、誰か見てた。あ、誰か見てんじゃない。え、助けてください幸子が息をしてないんです。助けてください。泣ける。おおおお、すげすげすげ。あ、サチコ持ってけるじゃんこれ絶対。ほら、あー、サチコ俺のサチコが。まあいいや、うん、正直ずっと持ってくの邪魔だなって思ってたし、ちょうどいい。
首懸垂してる首を鍛えている。精が出ますね。あ、ペーパーあるじゃん。これじゃあちょっと下に滴る汗とかをね拭いとこうか。はい、ほどほどにしといてくださいね。首懸垂はアメフトの選手とかかな。アメフト選手はね首鍛えるっていうもんね。え、これどうしたらいいの。わあ、いや真面目に真面目に、なんでなんでこうなった、なんで首鍛えた事故ではないよな。この椅子に立ってやったってことか。え、でも椅子の高さが全然足りてなくない。この高さでいける。これは、あ、わかったわかった。ちょっと拝借しますね。これこういうことでしょ。いやマジ何、リトルナイトメアってことは悪夢なんだよな。これは悪夢ってことはこの子の実体験ってこと。こういう光景を見たってことなのかな、過去に。ちょ、登って。おい、あ、こういうことね、やっぱり。うわ、暗っ、ひたすら暗いな。失礼します。え、なんかタールが落ちてる、黒いのが。何これ、なんか引きずった跡がある。うわっ、冷蔵庫、手形があるぞ。開けろってこと。え、開けてみる。あ、こうか。うー、なんか出るぞ。あ、あ、なんもねえのか。なんだ。いや、絶対なんか出ると思ったけど、やっぱバーンはないね。そこはノルウェーの流儀だね。ノルウェー脅かしの流儀あ、わかった、これ登れってことか。な、絶対そうだわ。いや、中の棚の数多いだろ。バターぐらいしか入んない。お、あ、靴が入ってる靴を冷やしている。なんだろう、夏場とかやっぱ涼しいのかな、靴冷やしてたら。営業マンの知恵か。よいしょ。すごい、上まで来たぞ。ん、あれ、ん、ちょっと待って、あれ、登れな、あ、登れるわ。なんだ、あ、あ、あ、なんか落ちてきた。あ、なに、あ、なにこれ、千と千尋のやつ。え、踏んだら倒せるか、踏んだら倒せるとかある。あ、あ、あ、ダメそう、ダメそう、あごめん、死んだいや、わかった、うん、でもわかった、踏んでも倒せない。オッケーオッケーオッケー、触っちゃダメなのね。了解。いや、ワンチャン、千と千尋でさ、印鑑守ってたやつがこんな感じだったじゃん。で、千尋が踏んづけて倒してたから、なんかああいう感じでいけるかなと思ったけど、まずこのゲームは千と千尋じゃないんでね根本的にね、違いますわな。あ、バルブだ、やった。バルブと見ると飛びつきたくなる。何もねえのか。あ、上にいる。え、あれ違う、今のやつだじゃん。あ、やっぱり落ちてきた。うお、走れないのこいつ。いや、それともこれ走ってんのかな、走って、それデブかよいや、俺も同じような速度だったけど、リレーで。おら、よし、こういうことね。オッケーオッケー。あ、灯せるんじゃないこれ。灯し、灯すのなんか意味あんのかな、セーブかな。あ、いる。いや、もういいよこいつらそんな怖くないもん。いや、で、落ちてこないのかよ、なんだよ今落ちとかないと落ちどころないぞ、多分もう引き返してこない。お、お、扉閉まった。これは、あ、あ、マジでマジか、結構パワーあるな。これ引き剥がせるってなかなかじゃない。え、で、くぐる。お、暗ん、わあ、なんかいる。え、何あれ、あ、なんか小人みたい。おお、マジか、う、落ちた、暗い。ん、おお、めっちゃいるじゃん。家、家だった。ごめん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 、上から上から降ってきてごめんって、上から降ってくるのお前らの先輩特許だもんな。ごめん、おお、いや、無理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 だってこれ。いや、絶対無理、密だもん、密ですだもん、すっごい密だもん。小池百合子マジギレするわこんなん見たら。あ、いや、こっからかよ。ちょっと待って、これどうすんのマジで。ひたすら右、ジャンプジャンプジャンプ、あ、ジャンプだジャンプだ、なるほど、こいつら空中には襲ってこれないんだ。対空手段を持ち合わせてないぞ。オッケーオッケーオッケー、所詮は原始的な生物よので、ああ、そういうことだね。パワーパワー、どうだ、落ちるよいや、そこはちょっといい感じにしといてよ、横側柵つけるとかさ。いや、今の初見殺しじゃない。いや、またここかよ。いや、もういいよいいよ、もうジャンプ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 、もうここ、ここはもう一回やったからもういいぜ、もういいぜ、お前らそんな発生しなくていいよ、もう無理だからそんな。
どんだけ頑張っても無理だから。熱意は買うけどね。もう一回落としたからね。オッケー。バーカバーカバーカ。よし、落ちないようにね。え、これってさ、戻れん？おお、声してるわ。やば、いや、ちょ、待て、落ちそうだった今。危ねえ、マジ。おお、近っ。あ、すぐそこにはいるけど、こっちまでは出てこないんだ。謎だな。結界が張ってあるのか。おお、ほい。危ねえな、マジここ。で、上かな？これ上行けそうだな。あ、行ける行ける。あ、待って。下灯せるやつあるわ。これ。これ灯せるでしょ。とりあえず灯しとこう。灯し。あ、ここ行けそう？なあ、ちょっと。ダメだな。好奇心出すと死ぬな、このゲーム。好奇心出しちゃダメだ。うん。普通にやらないと。はい、ここ。OK、登って。で、で。おー、なんかいる。なんかいるな。定期的になんか小人みたいなのいるな。あいつ追いかけるべきなのかな。はい、渡る。OK。あの小人なんなんだろう。あいつを追いかけろってことか。行く先々にいるな。いや、マジで暗いな。え、なんか、本格的に暗くなってない？こんな暗かった？さっきまで。こっちか。OK。いや、でも今んとこやっぱその怖い感じではないね。なんだろう、なんかティム・バートン的な怖かわいい系だよね。あ、向こう側になんかある。あ、なるほど。迂回して、こういうことね。いや、マジで暗い、床が。これ落ちるな。落下しあるからな。で、これを回すのか？めちゃくちゃ。おー、待った。あ、扉が！あ、この演出すげえ。明かりでね、開いたことで、こういうことか。はいはい、このショートカットを見つけないと間に合わない。関係ない。あれ、え、絶対解いたと思ったのにな、今。あれ、全然間に合ってなかったな。ジャンプか。ジャンプちょっと早い気がする。いや、気のせいか。気のせいだわ。めっちゃ気のせいだった。え、これなんか、あ、走ってる。な、お前走れんの？あ、そうだったの。いや、ごめん。あ、絶対これじゃん、じゃあ。いや、なんかデフォルトが走りなのかと思ってたわ。あ、ちゃんと走れんだ。よかった。急ぐっていう意識あったんだな。オッケー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 。いや、絶対余裕じゃん。あ、いけた。お、すげえ。あ、え、今見た？スライディングしたぞ。ほら。すげえ。あ、結構アグレッシブに動けるじゃん、こいつ。なんだ。あ、すごい。地面に線をかけるぞ。おー、すげえ。え、細か。ほら。よし。よっ！オッケーオッケーオッケー。で、一回水補充して。よいしょ！オッケー！エッチ。あ、消えていく。俺の書いたエッチが消えていく。なんだろう、切ないな。諸行無常を感じた。これは？あ、ここ開けれそうじゃない？ここめっちゃ取ってあるじゃん。おぉ！よいしょ！おぉ！また出てきた！もうなんなん？あいつマジで。いちいちちょっとびっくりさせられるの腹立つわ。スライディング、お、スライディングを習得したから回避ができるな、今度。緊急回避。お、ん、なんかいる。何あれ。え、めっちゃでかいのが、なんか引きずってる。重そう、かわいそう。誰か手伝ってあげたらいいのに。あんな一人で引きずらされてね。え、ああいうところからね、人はひねくれるんですよね。これカーテンみたいだな。通る。よいしょ。ん？宙言った。ネズミがいるのかな。あ、これ灯せるやつじゃん。あ、灯せてない。おい、灯せないぞ。ちゃんと灯せ。灯すのだけはしっかりしろよ、お前。他はなあなあでもいいけど、それだけはしっかりしとけ。お、ここはペーパー。おお、ネズミだ。あ、マジでネズミいた。ネズミいるんだ。ネズミ生息してるんだ。へぇ、お腹入ってったな。ここが家なのかな。あ、あ、ロールが。大丈夫か、ロール。必死。俺さ、ここに、おい、あれ？あ、バチンってなんないな。なるかと思ったんだけど。おら！お、なんないわ。バチンってなんないわ。あれ、これ平気なのか？もしかして。え、触れたら死ぬ系だと思ったんだけど。あー、ちょっと。やはりこのゲームに好奇心は不要。メガネ食い。いや、分かってたよ。レバーあるの分かってたけど、ちょっとね、試してみたくなったんだ。多分こうでしょ。じゃあ、ちょっと扉邪魔だな、おい。ちょっと扉。
もうレバー隠れちゃってるよ。これ閉めない？あ、閉める。閉まっとく。いや、立て付けが悪い。ちゃんと閉まるよ。お、停電した。ああ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。カチカチ言ってる。あ、時間制限ありか。そういうことね。いや、何の男のカチカチは。おー、で？あ、シーソーがあるな。これはこうして。はい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 。あのタンスの上いけそうだな、これで。ダッシュジャンプ！オッケー。あ、電気が。ん？なんかポッポー言ったな、右で。ここ通れるね。これは、あ、こっちの部屋に戻ってくるのか。いや、これは戻らなくていいだろ。うん。部屋を探索しよう。ポッポ言ってるのが。あ、おらやりたいよね。このスライディングはどんどん活用していきたいな。唯一のアグレッシブなアクション。おー、汽車が走ってる！すげえ！あ、これは、こいつのつま先と、あの機関車、どっちが強いか、勝負しようぜ！トレインブレイクキック！お、止めた。俺のつま先の勝ちだな。え、で、これはどうしたいの？人身事故起きたけど。人身事故は起こしたけど。どうしたいんだ、あと。あ、またバチバチなってるなぁ。あ、わかった、そういうことか。じゃ、どけ。機関車どけ。こうして、はいはいはい。で、全力ダッシュ。で、おそらく、2番目の扉も抜けるんだろう、これ。カチカチの間に。そういうことか。いや、絶対そうだわ。走れ、風のように。頑張れ、頑張れ。精一杯走れ。すべてを置き去りにしろ。あの日の嫌な思い出も。あ、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 火灯せる。走りながらも。やるな。よし、間に合った。やったー。いや、余裕だな。で、お、なんか扉が。これ何なんだろうな。この扉よく出てくるよな。牢屋みたいな。なんかのモチーフなんだろうな、全体的に。いや、何も出てこねえのか。いや、扉からなんかあるかなと思ったけど。マジバーンないね。バーンなさすぎて逆にちょっとバーンが恋しくなってきた。え？え、な、おお、え、うわあ、あ、あ、お、おきょ？あひょ？え？人がいる。おお、あ、そういうことか。見つかったらダメなんだ。あ、見つかったら、ああなるってこと？なんか石みたいにされてる。え、これさ、ここ通ったら余裕じゃない？え、ここ、来てないの？お、ほら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 、いや、こんなまともにやる必要ねえよな。そうだよな。いや、この石像になったやつらバカだよな。こういう発想が。ちょっと美味しいと思っちゃった。よし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 。うん、真面目にね、成功法でいきましょう。こんなん普通にやればいけるんだから。あ、あれ、小人がいるぞ、右上。あれはどうやって行くんだ？あ、ともしがある。ともし、中川ともし、いそう。あ、危ない危ない危ない。え、あの右側どうやって行くんだ？あ、これ登れる。なるほど。網目状のとこ何でも登るな。ドンキーコングだな。あ、わかった。で、こっから右にジャンプじゃないか。ほい。届く。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、逃げた。ここは進めるのか？あ、進めるね。いる！行き止まりだ。追い詰めたぞ。おい。何してんだ？え、こいつ、こいつ敵じゃないよね？いや、待って、越えとけよ。先制暴力。あ、当たった今。先制暴力。あ、意味なさそう。先制暴力意味なさそう。こんにちは。何してんの？無害だ。え、待て、これ。必死！ああ！抱けるんだけど、こいつ。あ、下ろした。あれ？ん？あ、ついてくる！やだ！すり込み効果。え、必死。あ、持てる。あ、持ち歩ける。ちょっと何これ。え、かわいいじゃん。じゃあ、ママ、これ欲しい。ちゃんと散歩するから、お水もあげるから、週に1回ぐらい。もっとあげて。あ、ともしだ。中川ともしだよ、これ。めっちゃついてくんだけど、なにこれ。え、こいつを連れていけってことなのかな。おい、おい、登れるか、お前。登ってこれるか。登れる？あ、無理そうだな。ちょっとこいつ、連れて行きたいんだけど。無理なのかな？待てよ。よいしょ。あ、オッケー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 。で、おい、動くない？待てよ。
持ってってやるからお前、連れてってやるから。おら、あーくそ、ちょっともうちょい手伸ばして、頑張って手伸ばして、行くぞ行くぞ、おい、いや手伸ばしてって、お前マジで、なんだお前なんだその顔は見えねえけど、ちょ待って、マジでつか、あーちょっと方向間違えた、ごめんて、行くぞ行くぞ、おら、ね、いやもう全然だわ、もうなんだよ、おら、くっそもうダメだ、やけになってきた、いやもう無理か、え連れてけないんだ、じゃあマジでな、こいつ何なのマジで、何のためにいんのお前じゃあ俺行くから頑張って生きてけよ、ここで一人で、何なんだよこいつ。まあでもそうか、最初逃げてたもんな、そんな仲良くしたい感じじゃないのかな、なんか急に抱きしめられて怖ってなったから従ってただけでさ、あだとしたらわかるわ、確かに知らないやつに急に抱きしめられたら怖ってなるよな、こいつに逆らっちゃダメだっていう気持ちになる、それでちょっと付き合ってくれてただけなのかもしれない、うん、確かに被害者側の立場に立ってなかった俺は今、確かにそれすげえ怖いわ、急に抱きしめられたら愛情表現って難しいですね。左行ってみるか、なんか基本右に進むゲームっぽいから左に行くときはなんか寄り道だろうけど、うっ、なんかバンって言わなかった今、気のせい、気のせいならいいんだぜ、誰、おっ、うわ何だ、部屋だ、え何、なんかビシャーってなってる、目と、あっ聖子、聖子だったよね名前忘れちゃった、聖子、こんなところに、死ねお前に構え出すと無駄な時間が増える、うわービシャビシャになってるベッド、なんでベッドの下がドロドロだと、手形と足形があるな、これは多分考察しろってことなのかな、どういうことなんだろう、で床にはなんか子供が描いた落書きみたいな絵が散らばってる、なんだろう、なんかでもさ牢獄的な監視の目とか、このなんか牢屋みたいなのとか、そういう雰囲気があるよな、牢屋とかなんか留置所、一緒かい、違うのかな、わかんねえ、あこれ開きそう、これ開くんじゃない、よっ、いや開かねえのかよ、なんだ、なんかありそうでなんもないみたいなの多いな、なんかアイテム収集みたいな要素なさそうだし、寄り道する意味あんまないな、うわしまった、え、おーなんか来た、おーおーおー、なんだ、え、やばそうやばそう、これはスニーキング、え、ベッドの上に子供が寝てる、おーおーおー、なにこれ、人なのか、あ、こいつさっきあのさ荷物引きずってたやつじゃない、上でねえ、あ、お疲れ様です、労働お疲れ様です、あー、そっち行くんだ、あ、じゃあですです、なんか悪いやつじゃなさそうだな、なんかあ、ちゃんと子供をね起こさないようにね、ゆっくり扉閉めたもんね、え、こっちか、あ、いるー、え、なんか頭の皮がめっこうなってない、後ろね、それなんか頭にかぶっ、それ帽子、鍋、鍋でめっこうなってない、頭がどうしたんそれ、大丈夫、変だよやめた方がいいよそれ、手長え、便利そう、あの店員さんをね、すいませんって呼ぶときとかね、手長いと目立つから便利そうだよ、あ、これベッドの上は、あ、登れない感じか、そうか、ひしってしたかったな、子供たち、これ子供がいっぱいいるってことは、ここはな、幼稚園、保育園、なんかそういう場所なのかな、で、あいつらがこの子たちを監視してるみたいな、それこっちは進めないか、あの頭めこおじさんが、めこおじが来た道はいけないのか、うわ寝返りした、元気か、元気じゃなくてもするか寝返りは、おーおー抜けた、これやっぱあのめこおじとのバトルもあんのかな、ありそうだな、いやスライディング鍛えとかないとな唯一の攻撃手段それしかないからな、よっ、で、あーあそこね、はいはいはい、そういうことか、よし、ダクトを通るぞ、いやーこれマジ何なんだろうな、すげえ独特なゲームだな。